両系大蘭は、香港本土派の学者、自治評論家、学部園の元編集長、香港民族論の共同編集者です。草園鉄総葬儀も本土政治共同邸の項目を執筆した。幼少期は、博愛院鎮国医小学と、加密市音中学で学び、香港大学で、社会科学と法律学の二つの学士を取得した後、パリ政治学院に交換留学しました。 現在、ワシントン大学で政治学の博士号取得を目指しています。両慶平らは2014年の雨傘運動に参加しました。両慶平らは2019年7月1日夜、立法改選挙事件に参加し、唯一の抗議者としてマスクを下ろし、香港人は二度と負けてはいけないと唱えながら、香港人構想宣言を伝えた。 7月5日付のサウスチャイナモーニングポスト氏の報道によると、レオン・カイピン氏は、あの夜、素顔を見せたことに後悔はないと語っている。2019年9月、両系兵と木の喫先は、ニューヨークで開催された香港人向けのフォーラムに出席し、逃亡犯罪条例反対運動について語った。米国に滞在中の両系隊らは、2020年1月に、 議場の敷地侵入と止まった罪という容疑で警察から召喚状を受け取ったことを SNS で確認した。2020年6月のドイチェベレのインタビューでは自分が暴動の罪で起訴されたことを知って驚いたという、ありがとうございます。